さあ、ノービスクラスは記念すべき初開催ということで、一瞬ドライバーにこう最後注意でもするのかなと思ったら記念撮影でしたね。ヘルメットかぶった状態で、いい感じです、いい感じです。マックスノービス、現役で走っているドライバーもいれば、久しぶりにレースに出てきたというドライバーもいるし、ノービス高一点のお姉さまもいらっしゃいます。わざわざ栃木から来てくださってますね。もう本当にいろんなスタンスでね、楽しめるのがカートですから、やってみたいけどあのガチの中に入るのはちょっとという方はですね、ぜひぜひ古いエンジンでも出られるような設定になっておりますので、マックスノービスクラスご参加ください。さあ、それではスターティンググリッドです。ボールポジションからスタートしますのはカーナンバー1番ティームグローバル大川博士、セカンドカーナンバー39番ティームグローバル坂本信明、チームメイト同士が横並びとなりました。2列目3番グリッドカーナンバー2番 K スピードウィン三枝高森、4番グリッドカーナンバー3番ティーム平野西尾健一、3列目5番グリッドカーナンバー5番テンティファーストレーシング浅井瑞彦、6番グリッドカーナンバー16番ティーム近藤レーシング水野隆、以上がトップ6。以下4列目7番グリッドは8番ワイスカーティングティーム柴田真由子、8番手6番ティームタベルナ山本哲也、9番手4番建築家新井鈴木龍太、以上の9台です。さあ、年齢もカート歴もさまざまなドライバーたちが新旧のマックスエンジンをイコールの状態にして戦っていきます。ノービスクラス10周の周回、スタートは切られるでしょうか。シグナルブラックアウトスタート。大川いいスタートを切っていきました。そして最後さ、嫌な王でもバトルに巻き込まれるかのような、後ろに坂本がつきました。2コーナーから3コーナー綺麗に抜けてきます。最近上がってきたのは柴田真由子でしょうか。柴田真由子ヘアピンで一気に仕掛けていく。4番手に藤岡、後ろから山本哲也も来ます。先ほど予選でストップしてしまった2人が逆襲といったような感じで、4番手5番手に藤岡一気に上がってきました。トップ大川、2番手三枝、3番手坂本、この辺はきついバトルになりそうですね。バックストレートエンド、坂本やはり仕掛けてきました。ワンポジションのアップ、カツカツというところでスパーンと飛び込んでいきましたね。トップ大川、大川を逃がすわけにはいかないでしょう。最終コーナーから立ち上がってきます。大川、坂本、三枝、柴田、山本、その後ろには浅井、西浦が続いております。バトルがこの後起きそうなのはどうかな。3番手4番手あたりでしょうかね。柴田真由子が7番手スタートからいきなりポンと上がってきまして、まだまだイケイケで踏んでますからね。これ前のちょっと三枝高森苦しいかもしれないですね。後ろからだんだん近づいてきました。身長非常に高いです。三枝体を前に倒し込んで少しでも空気抵抗を減らしたい、そんな気持ちかと思いますが、その後ろで柴田が完全にスリップ使えるゾーンに入ってまいりました。トップ2もそうですね。大川逃げるかと思いましたらそうでもありません。2周終了、3周目、柴田は1コーナー右サイドを飛び込んでいきます。柴田真由子3番手に浮上、トップ2はヘアピンです。坂本完全に大川を捉えています。タコスバ入った。大川ここは落ち着いてクロスで返したいところだけれども、それはダメ。坂本が前に出ていきました。昨日誰かわからないけれど僕と同じぐらいのタイムを出している人がいるんですよと言ってたのはチームメイトの坂本さんだったんじゃないでしょうか。大川さん最終コーナーから立ち上がってくる。大川と互角のタイムはやはり坂本しか今いませんね。後ろから柴田も好タイムを出して上がってきてはいるんですけれども、トップのタイムには少し及ばない。さあ今1コーナーでは3番と5番の競り合いも起こっています。西尾が前に出ていきました。トップ2はヘアピン、後ろからは柴田、三枝の後ろに山本が近づいてきました。4番手5番手争いも起きるかもしれません。トップ2はトコスボ、
してやはり4番手5番手争い、山本一気に前との差を詰めてきました。最終コーナーへと向かっていきます。さあそしてバックストレートエンドでは先ほど一旦前に出てきました西尾が後ろから浅井光彦のプッシュに苦しんでいるような状況、引き離したいがそれもダメという感じ。今度のねこの決勝では鈴木龍太もついていっています。少し流れましてミスの順位となっております。4周終了、まだまだレース折り返しにも行っておりません。トップ2バトルもこれから、4番手5番手バトルは山本が今入りました。タコツボ山本哲也インサイド、おーしかしサルグサ守る、サルグサ守る、さあどうなるんでしょうか。バックストレートエンド、サルグサここは引きました。栄光スタッフからなぜか笑いが起こっております。サルグサ気がついたらエントリーさせられてたって言ってましたけどね。最終コーナーから立ち上がってきます。ホームストレート、さあそして突破争い、大川が2コーナーでイン側に飛び込んでいきまして、そのままキープ、坂本を抑える。しかし坂本はヘアピン狙いのラインに切り替えた。しかしブレーキングどうか、スレスレ、後ろから柴田も来た、後ろから柴田も来た、立ち上がりでは柴田か、さあ、さっきと同じパターン、柴田かなりリスキーな感じで入っていきましたけれども、今度は坂本もうまく逃げました。柴田真由子タコツボの大変なところですね。遠赤使いながら行くんですが、あーそしてバックストレートエンドのところでまた坂本入ってきました。さあそしてその後ろでは山本と三枝のバトルがテールテールです。さらにその後ろでは西尾と浅井と鈴木の三つどもえ、こちらの方もなかなかのバトルを見せてくれてます。あーそして1コーナー、おー横並び、三枝引きません。アウト側から山本、2コーナーで前に出ていきます。4番手争いも面白い、各所でハラハラドキドキです。ノービスクラスとはいえですね、レースやりだしたらみんなガチですからね。レース後半戦に入っております。トップは大川、こっちはもう落ち着いてきたかなという感じ。坂本2番手、3番手に柴田、そして4番手争いはまだまだ続いています。バックストレートエンド、前を行く山本、後ろから大西草、これは最後まで決着つきそうにないでしょうか。残り周回数は3周、さあそして最終コーナーでも、最終コーナー手前のところでは浅井と鈴木が接触してしまったでしょうか。鈴木がちょっとスローになった、その隙間を縫って水野がワンポジションを上げました。楽になったのは西尾です。単独になりましたカーナンバー3番、現在2コーナー、その後ろで新たな三つ思いが形成されました。7周終了、8周目、各所で起きていますバトルはどんな決着になるのか。おお、ヘアピンのところでも鈴木が戻しました。ワンポジションのアップ、水野をかわします。そして最終コーナーでは坂本と柴田がまた近づいてきました。ホームストレート、柴田も昨日レーシングスーツ脱いで私服になったらブーツをこうロングブーツをね揃えてこうピョンって飛び跳ねるような可愛いお姉さんでした。可愛いお姉さんでしたが、あのタコツボの隊員ではグリグリ行きそうです。どうなるんでしょうか。残り2周、さあそして2コーナーのところでは三枝山本バトル、山本がまたなんとか紙一重という感じで前に出てきています。タコツボでは2番手3番手、坂本後ろが気になる、大川はもう問題ないか、大川は楽になっています。バックストレートエンド、坂本は体ごと倒し込んでマシンをコントロールしています。いよいよファイナルラップです。マックスノービス、バックストレートエンドのところでは山本と三枝がやっておりますが、2番手3番手も気になる柴田真由子、2コーナーでは仕掛けられません。3コーナーでもついていく、うわーこれは完全に捉えています。坂本のことどこでどのように行くんでしょうか。トップを買う問題ない。2番手争いはタコツボ、ここでインに振るか、振った、やはり入った柴田真由子、坂本は若干引っか
ね、柴田の方が若干失速しちゃったでしょうか。これはここで勝負ありとなると、後ろの方は三枝と山本もこれ決着ついてますね。その後ろヘアピンのところ、浅井と鈴木バトルがまだまだもう一バトルあるかというところ。そして最終コーナーから立ち上がってきました、トップ大川、2番手坂本、3番手柴田、以上3名表彰台。4番手きついバトルを守りきりました、三枝、最後まで体を倒し込んでチェッカー。その後ろ山本、5番手チェッカー。6番手には終盤楽になりました、単独になったカーナンバー3番の西尾。さあその後ろ浅井と鈴木バトルは最後まで横並びで諦めませんでしたが、浅井が前、鈴木が後ろ、そして水野とチェッカーを受けていきました。